Achieved with CryEngine。お、始まった。Doom 54というゲームのデモ版があったので、ちょっとやってみたいなと思って起動しました。あ、コントローラー反応してますね。まあ、グラフィックセッティング等々そのままでいきましょうか。言語、そうなんだよね。英語しかないんで。あ、でもマウスだな。英語はね、わかんないんですが、雰囲気で行きましょう。Doom 54のデモプレイしていきます。プレイ。ストーリーはね、新婚旅行に来たんだけど、奥さんいなくなっちゃって、森の中に探しに行ったら、あら大変、みたいな話ですね。お、始まった。1984年、ダニエルとデザイア。あ、ヤングマリットカップル、まあ、新婚の人が、ウィンターホリデーズ、冬のお休みの日に、スモールマウンテンハウスインザタウンオブ、ロズベルクかな?ローズベルクかロズベルクという街に来ました。Darling, there holidays are series of,ああ、もう読めないけど。ま、いろいろありました。ということで、雰囲気だけでやっていきまーす。スキップ。あ、結構暗いな。ダニエルが起きましたね。あ。でもゲームコントローラー、Xbox コントローラーで普通に操作できます。暗い。Please X でピックアップ。あー。おう。いや、おー、あれあれあれ、なんかありますよ。ん?写真だ。橋が崩れてますね。これ手紙でしょ? Hi, sweet. I realized there was no coffee in the pantry anymore and you know, I just can't get enough of it. I'm going to the 読めないマーケット in town to get also.Other things so eat. I'll take the opportunity to stop at Every Books, the bookstore on Macdowell. あれ?何?何?何?The game features an automatic save system. オートセーブがついてます。オルタナティ、あー、消えた。もう、ゆっくり読んでらんないよ。まあ、読んだところで、なんか買い物に行ってきたよ、みたいな会話だったと思うんですけど。あ、開いてる。これは?関係ない。わー、近づくと、そうか、ライトが消えんのか。いや、ちょっと怖いな。電気つかないのか?あ、ライトスイッチ。電気つかないね。ん?あ、バスルーム。バスルームは電気、あ、電気ないわ。ああ、なんかいそう。いなかった。入れない。ああ、暗い。わかんない。ん?あ、トイレ。
特に何かあるって感じでもないですね。こっちなんか外っぽいなぁ。やっぱ外だわ。外はちょっと勘弁。と言ってもリビングもそんなに広くない。まあスモールハウス。あ、チャペルね。結婚式とかしたのかな。いや、こっちがチャペルで、こっちがウォータータワー。飲料水などが入ってるタワーですね。なぜ電気がつかないんだ。パン。There is nothing left to eat. I can't. ああ、読めない。というか、あ、ジャンプするぞ。こいつ。ですね。X でピックアップ。A ボタンでジャンプ、B ボタンをしっぱでしゃがむ。いや、一回押すだけで大丈夫だ。で、R ボタンでフラッシュライト。あ、LR でこれ、あれだ。多分、道具が選べるんじゃないかなと思います。消えなくなっちゃった。キノコ。あ、石だ。はいでる。あ、いった。あ、いた、いた、いた。ここはでも小屋っぽいね。なんか道具がないかな？作業小屋だ。でも、ここは開かないか。開かなかったね。停電ですか？どこ行けんだろう。他にも行けるところあるかどうか探してみ。ああ、道外れて森の中入っていけますよ。ちょっとこれ面白いな。あ、でも迷うな、これ絶対。ああ、もうわかんないもん。もうわかんないけど。なんか端っこまで行きたいね。うん、怖いんだよな。なんか今木が人みたいに見えちゃうもんね。ほら、なんか人の顔に見えちゃうもんね。あ、崖ですね。まあ、絶対本編とは全く関係ないところに来たので、どうやってフラグを回収しようかみたいな話になっちゃうね。あれ終わった。そんなアホな。ちょっともっかい、もっかい。正規のルートで、正規のルートで向かいましょうよ。ね。そんな終わり方じゃないでしょう、さすがに。はい、じゃあ外に出たんで、普通に、道沿いに行きましょう。ライト消すと超怖い。ただライトをつけてても怖いというか、あんまりね、あんまりわかんないですね。あれ、分岐？いや、これこっちだな。まあ多分いろいろ行けるんだけど、まあちゃんと道しるべみたいになってますね。でも荒れ果ててますね。階段？
やー広場ロズベルクバレー、おいで、この奥か。おお、なんだこりゃ、石だ。あ、なんかまた強制的に終わりそうな雰囲気すらちょっとあるけど、あ、でも柵があるな。これ森？あ、岩？洞窟？いや違う、谷か。何かヒントをください。どこに、おお、びっくりしたけど、オートセーブ。うん、なになになに、なんか喋ってるね。ファットは、音が変わった。ちょっと待ってちょっと待って、どうしたどうしたどうした。行き止まりか。左スティックをシッパーで走りますね。あ、戻っていいのかな。この先何にもなかったような気がしたんだけど、ちょっと一旦戻ってみようか。そしてこっち行ってみよう。こっちでもなんか関係ないような気もす、あれ壊れてんな。倒木？ん？なんか今声みたいな、鳴き声みたいなの聞こえなかった？あれ？分岐？分岐あるけど？あれ？倒れてる？いや、結構深いぞ。どこに向かってんだろう。ん？止まった。あ、動けなくなった。あれ？消えた。サンキューフォープレイングルーム54デモ。ザ・フルゲームイズ。Steam で、5月30日に発売されます。ぜひともね、ウィッシュリストに入れてください。的なことが書いてます。B ボタンを押すと、To Continue？ あ、元に戻るか。ん？どうなんだろう。ただ歩いただけ。ただ歩いて見てよっていうデモなのか、俺が何にも謎を解いてないのか、ちょっとわかんないんですけど。どうしようかな。いや、でも気になった方は、動画概要欄の方にリンク等々貼っておきますので、ちょっとプレイして見てくださいというところかな。はい、ということで、ルーム54のデモ、まあ、ちょっとね、気になったのでやってみました。英語読めないんですけど、まあ、雰囲気でね、雰囲気だけ楽しむことはできましたんで、いろいろ探してみて、見てください。というところで、今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、他にも動画ありますので、よかったら見ていってください。それでは。